はい、どうもセルフィッシュジンでーす。これね、あの毎回ね、メンバー紹介というかね、自己紹介するの忘れちゃってるんですけど、うん、これから聞く人もいるから、じゃあやっときますか。声を話してもらってね、周りのやつ聞け。Sけ出してきた。私ボーカルギターの小池達也でーす。ドラムの小出です。ギターの森下です。タバコやめてます、渡辺です。毎回一応言うんすね、それだから。ということでね、もう番組形式でやってきてますけど、今回3回目、はい、10月20日に発売になったばかりの、我々セルフィッシュ人サードミニアルバム、ウェアバウツの、収録曲の紹介をメンバーみんなでしていっておりますが、どうしたの。いや、なんでもないっすね。第3回、はい、3回目は3曲目収録されてます。ライフスタイルについていきたいと思います。ライフスタイルですよ。ライフスタイル、ね、どうですか、ライフスタイルの方は。うん、ひとまず聞いてもらえますか。そうだね、聞いた方が早い。いや、それがそう、はい、いい ね、 そうね、うん、じゃあ聞いていただきましょう。はい、サードミニアルバム Whereabouts から、3曲目に収録されておりますライフスタイルです。どうぞ。ね、いつからだろう、これが普通、そんなわけないのに。いつだって君が大好きで、今だって変わらない想い、でもきっとこのままじゃもうすぐ簡単に終わっちゃうでしょう。冷静、僕らはきっとそれぞれの形を持ちようで、その一つ一つ確かめ合って過ごしたはずなのに、無理に合わせようとしてたら、そりゃお互い辛いばかりだ。でも君がいなくなるのは嫌だから、話をしようよ。確信的な一言が君の口から出てくる前に、この状況なんとかしなきゃな。いつだって三振は取れない、今だってノーアウト満塁、でもきっとトリプルプレイで大好きで、今だって変わらない想い、でもきっとこのままじゃもうすぐ簡単に終わっちゃうでしょう。冷静、僕らはきっとそれぞれの形を持ちようで、その一つ一つ確かめ合って過ごしたはずなのに、無理にしようよ。
はい、ということで聴いていただきました。いい曲ですね。いい曲なんですよ。毎回そうじゃねえか。いい曲と思ってる決まってるじゃん。まあ、自分の曲なんで。そらそうよ。そらそうよ。そうね。そうそう。ライフスタイルどうですか。この曲を作った時のことをもうよく覚えてるんだけど。よく覚えてる。いいですね。おお。これも俺のストックからなんで。はいはいはい。あのこれはね、歌は確かなかったの。別に。あの俺が曲のアレンジとかリフとかがあって。あのリハ入ってて、うん、リハ中に急に聴かして、うん、あなんか四つ打ちの曲がやっぱ欲しいっつって、うん、これどうっつって聴かしてその場でやって一瞬で作ったっていうね。そうだっけ。そうだよ。俺もねよく覚えてる。本当一瞬で作ったよ。そうそうそう。覚えてる。全然覚えてない。そう。いや俺はねその全然覚えてないわ。その会話をね。は全曲のことよく覚えてる。本当。なんで覚えてないの。むしろ確かに。いやもうだから俺はだからもう切羽詰まってたんだよ。監督がやっぱりそのまあある程度曲が見えてきた中で、うん、その急に来たんでしょうね。やっぱりこうねあの外のテープのところでその話を。うん一服しながらね、小枝に急に聞かしたの。そう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 。あれだ、ババの、うん、そうそうそうスタジオの時、俺遅刻してた時だ、うん、そうそうだったね。遅刻してきた。そうだそうだったよ。俺遅刻してた時に、もうすでにみんなやってたんだよ。そうそうそう。そうだ、うん、そんでなんか歌った記憶があるわ。そっかそっか。そう急遽作り始めたやつよね。俺ね、この曲すげえ好きよ。わかる。うん、なんかリフっぽい曲じゃん、うん、若干、うんうん、他の曲よりやっぱ、うんそうね、こういうリフっぽい曲っていうのはバンドにやっぱあった方がいいっていうか、うん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 、四つ打ちだからね体揺らして聴きやすいし、うんそうね、仮タイトルがロックなシックだと思う。そうそうそうロックなシックだったね。ロックなシックですよね、うん、シックっていうねバンドがね、うん、そうだね、うん、そうシック、うんシックには何の思い入れもない、うん、ないあれ思い入れは思い入れない、まあ、かっこいいなと思って聴いてるぐらいな感じだったよ、まあね、俺も思い入れはないさすがになんならその時初めてちゃんと聴いたぐらいなんかね、ナイル、ナイルロジャース、うん、あのカッティング名人だよね。そうだねそうそう、うん、いるんだそう、まあ、そういう感じで借りたやつを作ってやったね、うん、そうなんかね、その頃俺が一人でこうシックとかそういうディスコ系を結構聴いてて、うんうんはいはいはい、ディスコ系の曲を作ってたの家で、うんうんうん、なんか作りたいと思って なかなかうまくできなかったんだけど、うん、からほんと簡単なリフとリズムパターンだけ入れたやつをなるほど、うん、ゴリちゃんに聞かして、うん、じゃあそれやろうか。そっかそっか、うん、思い出してきたわ、うん、これもなんか、うん、俺ねすげえやっぱ気に入ってんのよ、うん、あのみんながさ歌うじゃない、あそうね、そうみんなが歌うところがねなんかいいなと思って。そうだね、うん、そうね、そのみんなで歌うっていうのを思いついた瞬間勝ちだった。勝ちに行くね。いや勝ちに行かないし、いやそうだね、それは覚えてない。あれ大輔んちでデモ作ってたんだよ、うん、でその時にここみんなで歌ったらいいんじゃない、うん、みたいになって、うんうん、でその体で作り始めたの、その B メロをなんかこう多分あれ前に使ってもう露骨なんだよね、うん、その時にそうだったと思う。いやスタジオでやったよ。それはうん、そうかそうだね。で録音してうん、なんかそのこういう感じだねってやった時に、うん、それは入れたあの、そうね、みんなで歌うのはもう決まってて、うん、スタジオの、はいはいはい、なんかもう、ね、出した瞬間ぐらいに、うん、いいメロチャージャジャジャっていうリフがあって、ねね、これはもうみんなで歌いたいなっていう、うん、なんかそれをこう大好きんちで歌入れた時に、うん、勝ったなっていう感覚あった俺は確信に変わった。そう確信に変わった勝ちがね。いやそんな感じでやったら面白いんじゃねえかなから、うん、あ、これマジでいいじゃんっていうのになったって感じかな、うんうん、そんな感じですね。これじゃあお客さんも一緒に歌うってことでいいんですか。いや、いいじゃん。そうだね。そうですね、もちろんですよ、はい、これやっぱ、まあ、そうね、ライフスタイルっていう歌詞が書けたのもすごく良かったなって、うん、なんかこう、あんまりこう暗くならなりすぎず、ねうん、そのそれぞれの生活をみたいな感じ、うん、なんか普段すごいなんとなくっていうか、まあ、常にベースで考えてることがちゃんと歌にできたなっていう歌詞になったから良かったな、うん、でなんかそれをみんなが歌ってるっていうのが、うんうん、すごい良かったなって、うん本物曲です ね歌詞とかもすげえこう共感できるんじゃない、うん、いやそうだね、日常的な、ね、あるあるみたいな感じ、ね、俺もしたし、俺ブログにも書いたんだけど、うん、小出ちゃんが車乗ってる時に、うん、こう一緒に聴いてて、うん、
いやいや、ノーアウト満塁こんなに綺麗に歌うやついるっていう、ね、衝撃やな、衝撃ノーアウト満塁をこんなにいい声で歌うかねと思って、あの下りのところこんないい声で言うと思って俺それを急に爆笑しながらこう言い始めたらね俺なんかすごい良かったなと思ってで、その後に来る、トリプルプレーっていうのはあの森下監督の発案ですから、あーそうだよね、森下監督も喫水の役好きで、そうなんで、こっからの起死回生はそう、トリプルプレーしかねえんじゃねえかみたいな、もともと違う歌詞が当たってたんだけど、はいはいはい、いや俺はもう、そこはもう全部野球で言ってくれって、はいはいはい、例えば、トリプルプレーとかどうっつったら、あれハマるじゃんってなって、そう急遽、そのレコーディングの時に変えたんだよね、そうですね、そうそうそう、そういうね、なんか、ね、なんか面白い、そうか、俺が気に入ってる理由それか、そう、もう主に野球もそれちょうどね、ソフトバンク、あの、あ、そうですよ、ね、日本一になりました、おめでとうございます、監督、ありがとうございます、ということで、まあ今回はそんな感じで、終わりにしたいかなと思います、そうですね、4曲目はどうして、次回はどうしてについて、いきたいと思います、はい、ということで、また聞いていただきたいと思います、はい、セリフィッシュジンでした、ありがとうございました。